ドジャースの大谷翔平投手30について大リーグ公式サイトが今季、累打数でも23年ぶりの快挙を成し遂げると報じている。1年にサミー操作・ソーサ425ルイス・ゴンザレス419バリー・ボンズ411トッドフェルトン402の4人が累打数で400を超えたがその後の到達はなかった。23年はロナルド・アクーニャの 383、22年はアーロン・ジャッジの391、21年はウラジーミル・ゲレロの363が最高だった。大谷は現時点で391塁打で全選手のトップに立ち、406塁打でシーズンを終えるペース。ジャッジもシーズンの大部分で400塁打のペースに乗っていたが、ここ数週間で失速し、現状ではかなり厳しい。 現時点で379塁打で394塁打のペースだ。ちなみにもしジャッジが400塁打を達成すれば、1978年にジムライス、406、が達成して以来のアメリカンリーグでの400塁打シーズンとなる。1960年以降、400塁打ち到達は8回しかない。それには高打率と卓越した長打力のバランスが必要不可欠。しかも長いスランプがあると難しくなる。 大谷とジャッジはすでに確固たる MVP 候補だが、400塁打も加われば完璧な締めくくりになる。